次に増谷慶吾君。増谷君。公明党の増谷慶吾でございます。早速質問に入りたいと思います。今日は午前中のつもりでしたが午後になりました。委員会が開催できたこと、与野党の理事の皆さんに感謝しながら、せっかくの発言の機会でございますから、しっかり議論したいと思います。加えて大臣が私はいらっしゃらないと思って諦めておりましたが、大臣がいらっしゃるということで二重の喜びでありまして、しっかり、大臣に伝えていただこうとこう思ってたわけでありますが、聞いていただきたいなとこう思う次第でございます。最初にですね、地方税法等の改正でございますが、ご案内のとおり令和3年度は固定資産税にかかる評価外の年3年に一度ということでございまして、それぞれの地方自治体にとっては基幹税でありますから、大変関心の高い税制改正となったわけであります。昨年末から我が党にもですね、厳しい地方団体の財政状況を踏まえて安定的な税収確保を図ってもらいたいというような声であるとか、中には制度の根幹に影響する見直しは土地家屋焼却資産を問わず断じて行わないでほしいという、今まで焼却資産いろいろありましたから、そういう声であったり、さらに令和3年度評価外については先送りすることなく確実に実施してもらいたいという声、さらにはですね、同時に令和3年度の評価外時においては近年の地価の動向等社会経済情勢の変化を踏まえてやってもらいたいという切実な声もございました。こうした地方団体の声について今回の地方税法の改正はどのように答えているのか、最初に答弁を、これ副大臣と思ってたんですけど、大臣どちらでも結構でございます。じゃあ大臣お願いします。じゃあ武田総務大臣。ご指摘のように令和3年度は3年に1回の固定資産税の評価外の年であるわけですが、今回の税制改正におきましては地方税法の規定のとおり評価外を行うこととした上で、負担調整措置について納税者の予見可能性に配慮をするとともに、固定資産税の安定的な確保を図るため、令和3年度から令和5年度までの間、現行の仕組みを継続することといたしました。また、新型コロナウイルス感染症により、社会経済活動や国民生活全般を取り巻く状況が大きく変化したことを踏まえ、納税者の負担感に配慮する観点から、令和3年度に限り、負担調整措置等により、税額が増加する土地について、前年度の税額に据え置く特別な措置を講ずることといたしました。固定資産税は市町村財政を支える基幹税であり、その税収の安定的な確保が不可欠であることから、制度の基本的な枠組みは維持することとしており、地方団体からは感染症の影響を踏まえた総合的な判断との評価をいただいているところであります。増谷君。ありがとうございます。この点は我が党でもずいぶん議論がありまして、私は党内で唯一、いろいろコロナでもあるけども、地方の安定財源の確保ということが大事だというふうに叫びたかったわけでありますが、いかんせん、今のような状況でございますから、令和3年度限りの措置として、令和2年度の課税標準額と同額とするという扱いがされたわけであります。この結果、課税標準額が増加する土地について前年度課税標準額に据え置く措置によりまして、どの程度の税収に影響が出るのか、出たのか、出るのか、その減収分はどういうふうに補填をされるのか、そのあたりご説明をいただきたいと思います。稲岡理事税務局長。お答えを申し上げます。令和3年度の特別な措置による土地にかかる固定資産税収の影響についてでございますが、あくまで試算といたしまして、令和2年度までの措置が継続していたと仮定した場合の税収見込み額と、今回の特別な措置を講じた後の税収見込み額を比較いたしますと、差は1400億円程度と見込まれるところでございます。しかしながら土地にかかる固定資産税の令和3年度の税収は
地価下落に伴い、自然減が生じる土地はあるものの、それ以外では前年度と同額の税収が維持されるということから、改正に伴う減収というのは生じていないものと考えております。その上で、令和3年度は新型コロナウイルス感染症の影響等により、地方税の大幅な減収が見込まれる中、地方団体が行政サービスを安定的に提供できるよう、一般財源総額を確保したところでございます。また、各地方団体の地方交付税における基準財政収入額の算定には、各地方団体の課税標準相当額を用いており、今般の固定資産税の特別な措置についても、基準財政収入額の算定に反映されるものでございます。増谷君。分かりました。問題はですね、令和3年度限りの措置でありますが、じゃあ4年度どうするのかと、コロナ禍、この状況がどう動いていくのかということも、極めて深刻だろうというふうに思います。したがって、これは伺ってもしょうがないんでありますが、地方団体の立場から、今後のことを考えなきゃならんと、こう思っているわけでありますが、もう一点だけですね、そこはもう言いませんが、地方団体の声としてですね、現行の商業地等の据え置き特例を廃止して、負担水準を 70% に収斂させるという方向ではなかったのかと、それをぜひ目指してもらいたいと、こういう声もあったんですが、令和4年以降の流れも含めて、この点はどのようにお答えになりますでしょうか。稲岡理事税務局長。お答えを申し上げます。現行の負担調整措置におきましては、商業地等では負担水準が 60% から 70% までの土地につきましては、前年度課税標準額に据え置くという措置が講じられております。それによりまして、評価額と税額の工程が逆転する現象が生じるなど、据え置きゾーン内における負担水準の不均衡が解消されないという、こういう課題がございまして、ご指摘のように、地方団体からは、据え置きゾーンを廃止し、負担水準を 70% に収斂させる制度とするよう要望があることは承知いたしております。しかしながら、商業地等については、近年、大都市を中心に地価が上昇する一方、地方においては、地価が下落しておりまして、負担水準にばらつきが生じると見込まれますことから、まずは商業地等の土地の負担水準を据え置きゾーン内に収斂させることとし、現行の負担調整措置を継続するということとしたものでございます。今後の固定資産税制度につきましては、令和3年度与党税制改正大綱においても、税負担の公平性の確保、それから市町村の基幹税である固定資産税の充実確保の観点から、負担調整措置のあり方につきまして、引き続き検討を行うということとされておりまして、地価の動向等も踏まえながら、検討を進めてまいりたいと、このように考えております。以上、増谷君。ありがとうございます。私は稲岡局長が答弁される姿を見ると、どうしても稲岡さんの大先輩でありました、名前を言わんほうがいいかな。平島さんという局長がいらっしゃったんですよ。総務官僚にもいろんな方がいらっしゃるなと、今公務員の特に総務官僚の倫理規範に対する、厳しいお声がありますけれども、先ほど申し上げた平島さんという人は、それこそ私は地方税の在り方、基本的なことから教えていただいた、稲岡さんも多分一緒にいらっしゃったかな、大変勉強をさせていただいた方であります。方なんかはたとえ大臣であれ総理であれ言うべきことは言うという方でありまして、総務官僚にもいろんな人がいらっしゃるんだなと、大臣私はそう思ってるんですが、どうぞ大臣、今の不祥事をこの何とかするということもちろん大事でありますけれども、どうも私から見てるとですね、総務官僚の中で自治官僚と郵政官僚、この倫理規範に対する考え方に違いがあるんじゃないかと、断絶ざるを得ない、こういう状況が続いていると私は思っておりまして、ぜひですね、そうした認識もお持ちいただいて、今一度総務官僚全体として
襟を正す作業、ぜひともリーダーシップを発揮していただきたい、これはそのように副大臣に大臣に伝えてほしいと今日言う予定でありましたんで、ちょうど目の前にいらっしゃったんで、お願いをしておきたいと思います。武田総務大臣、じゃあお答えください。旧郵政、旧自治、別としまして、今、総務省という一つの組織になったわけであります。徹底的に、国民のこうした疑念を招くことが二度と起こらないように、われわれとしてもありとあらゆる制度や、またコンプライアンス、すべてを見直しながら、国民の信頼回復に努めてまいりたいと考えております。増谷君。ありがとうございます。ぜひ頑張っていただきたいんだが、別にしちゃだめです。私もですね、厚労省ができたとき、最初の副大臣を経験しましたが、やっぱり役所の流れっていうのはあるわけでありまして、私は別にしないで、この際、やっぱり、この中に総務官僚ご経験の方も、郵政官僚ご経験の方もいるんで、なかなか言いにくいんでありますが、ここは真正面から見据えてお取り組みをいただきたい、お願いをしておきたいと思います。続きまして、地方交付税等の改正案に移りたいと思いますが、コロナ禍における政府の数々の財政措置、知財計画や地方財政対策は一体どうなっているのかなと、私は自分の頭がもう整理できなくなっております。実際にですね、昨年来、今年度、厚労省の緊急包括交付金が4兆円以上の規模、あるいはワクチン接種体制確保、今日後お話しますが、これで1兆円近く。さらには超創生臨時交付金に至っては5兆円以上、この中で、協力要請推進枠がもう2兆円ぐらいになりそうだと、こういう状況で、これは地方財政対策上、どういうことになっているのかということが、自分でも頭が整理できなくなっておりますが、ここは自治財政局長、どう考えればいいのか、端的にお答えをいただきたいと思います。内藤自治財政局長。お答え申し上げます。まず地方団体が新型コロナウイルス感染症対策に財政面での心配なく積極的に取り組んでいただけますよう、この感染症への対応につきましては、国においてしっかりと財源を確保することが重要と認識をしておりまして、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業でございますとか、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業などによりまして、ほとんどの事業を全額国費対応といたしまして、地方負担が生じないようにしているところでございます。それに加えまして、地方団体の判断によりまして、自由度が高く、地方単独事業に取り組むことができる財源といたしまして、内閣府所管の地方創生臨時交付金が措置されておりまして、地域の実情に応じたさまざまな事業が行われているところでございます。さらに、新型コロナウイルス感染症に関連する対策といたしまして、営業時間短縮要請に伴います、地方団体が支払う協力金等につきましても、地方団体からの強い要請に応えて、この臨時交付金の中で、協力要請推進枠を設けて、その8割を地方団体に交付することとされましたけれども、これも営業時間短縮要請の期間が延びましたので、その額が多額になる団体につきましては、さらに追加で地方負担の 95% まで交付することとされたところでございます。以上を基本といたしまして、その時点時点において求まれる事項に、地方団体が円滑に取り組んでいただけるよう、柔軟かつ適切に地方団体のご意見を踏まえて対応してきているところでございまして、これらは基本的には令和2年度の補正予算で対応してきているところでございます。で、令和3年度の当初予算につきましては、この新型コロナ関連ということではなく、地方団体が円滑かつ適切に地方の住民サービスを提供できるように財源を確保しているところでございます。増谷君。今の内藤局長のお話を聞くとですね、すべて国費で対応するから、コロナ対策については大丈夫なんだと、こういうお話でありますが、本当にそうなのかと、地方創生臨時交付金についてもですね、ここはコロナ対策や、あるいはアフターコロナを見据えてですね、新たな日常を構築するために、さまざまな事業をやられているわけでありまして、そういう意味では先ほども同僚議員が質問しておりましたけれども、昨年からのコロナ対策において、地方自治体も独自財源を充当しなきゃならんということで、基金がもう本当に底をついたと
という話をほぼで聞いているわけであります。この財政調整基金、残高の考え方、まあ、今からもう一回調査するとおっしゃってましたけれども、ご案内のとおり、コロナ、この前の地震じゃありませんけれども、コロナで災害は待ってくれないということを改めて我々は感じているわけでありまして、この基金残高についてはどう考えたらいいのかですね、改めてもう一回確認をしたいと思います。内藤理事財政局長。お答え申し上げます。新型コロナウイルス感染症対策につきましては、その時点において求められる事項に、地方団体が円滑に取り組んでいただけるように、柔軟かつ適切に財政面での対応をしてきているところでございます。さらに、国の施策に先んじる形でございますとか、国の施策に上乗せする形等で、地域の実情に応じて地方団体がさまざまな対応を行ってきたものと承知しておりまして、その結果といたしまして、ご指摘ございましたけれども、昨年12月補正予算編成後における財政調整基金残高は 4.9 兆円となっておりまして、令和元年度末の 7.2 兆円と比べて 2.3 兆円減少しているところでございます。これにつきましては、先ほどもご答弁申し上げましたが、令和2年度当初予算における財源不足に対する財源対策に充当したものがございますし、あるいは、地方創生臨時交付金の交付によって、財政を取り崩した部分を財源を振り返って残高を一部戻す団体もあると聞いておりますので、実際の取り崩し額につきましてはもう少し状況を注視する必要があるとは考えております。今後も地方団体には感染症対策に関連した対応にさまざまな面で取り組んでいただくこととなると思われます。したがいまして総務省といたしましては、基金の状況を含めて地方団体の実情を十分把握して地方財政の運営に支障が生じないように適切に対応してまいりたいと考えております。マスヤ君、ぜひよろしくお願いしたいと思います。そういう意味ではですね、ただ今自治体はどういう状況にあるかというと、特にワクチンの接種体制の整備について、すべての市町村が3月の中旬をめどに、住民の接種計画をお作りになっているという今状況でございます。総務省の見解を伺いたいんでありますが、ワクチン担当の河野大臣はですね、こう言ってんです。自治体への負担が生じないようにするので心配はないと、心配いらないと、大丈夫だと、このようにおっしゃってるんですが、全国の自治体から悲鳴の声は届いてないのかどうか、総務省にいろんな声が届いてんじゃないかと思うんですが、事務方で結構でございます。お答えいただきたいと思います。大村大臣官房地域力創造審議官。お答えいたします。新型コロナウイルス感染症拡大に対応いたしまして、総務省では都道府県指定都市の幹部と総務省職員との連絡体制を構築いたしまして、これまでマスクの確保や医療提供体制の整備など、その時々の課題に対しまして、現場の取り組み状況や課題を聞き取り、関係省庁にフィードバックをしてきたところでございます。今回のワクチン接種整備に対しましては、改めてこの連絡体制を強化し取り組むこととしております。この連絡体制を通じて、自治体からは例えば、接種体制の確保に要する経費について、財源不足を懸念する声が聞かれましたので、こういった点については、国で全額負担することが総理から示されるとともに、具体的な補助金の取り扱いを示す通知が厚生労働省から示されたところでございます。また、ファイザー社のワクチンについて、公約にできないかといった声も聞かれておりましたが、先般、厚生労働省において、自治体向けの手引きが改定をされ、一定の条件の下で地域の実情に応じた取り扱いが可能である旨が明記をされました。そのほか、ワクチンの供給量やスケジュールなどについての情報提供、軍市医師会レベルでの協力が得られるような都道府県からの支援の必要性、こういったさまざまな声を伺っておりまして、今後とも国と地方の十分な連携、協力の下、円滑にワクチン接種が進められるよう、関係省庁と連携しながら取り組んでまいりたいと考えております。松屋君。大村審議官はですね、私の理解では、泉補佐官を中心とするタスクフォース、このメンバーとして、調整、各省の調整に当たっておられる、とりわけワクチン接種についてはですね、そういうお立場であろうと思います。今、淡々とお述べになりましたが、私どもの党に届いている声とだいぶ温度差があるような気がいたしまして、現場はもう本当に大変な状況になっているということでございまして、例えばですね、我が党に寄せられた声として、福島県のいわき市の訴えがございます。
いわきの清水市長さんはですね、多くの原発避難者を受け入れていると、当然ながら重症地以外でのワクチン接種となるわけで、その人数も1万8000人を超えると、33万の人口に対して1万8000ということで、さらに東電関係者、あるいは中間貯蔵施設関係者も入れて、ワクチン接種を進めるためには、まあ、国において相当の事務負担の軽減策や、応援医師の派遣、あるいは必要な支援措置、財政措置を講じてもらいたいと、まあ、切実な声が我が党に寄せられております。今日は厚労省にも来てもらってますが、ワクチン接種体制確保事業にかかる今、補助金の上限額が示されておりますが、こうした事情はこの上限額の積算に加味されているのかどうか、これを厚労省に確認したいと思います。厚生労働省宮崎大臣官房審議官。お答え申し上げます。ご指摘のご紹介いただきました事例、まずこれにつきましては、自治体としてその住民票を置いていない方、一定数が接種を受けることを想定して、この接種の体制を組むこと、当然必要となるだろうと思っております。その上で今回のこの補助、負担金の考え方でございますけれども、今回の新型コロナワクチンの接種は、国が主導的な役割を果たすことにより、円滑な接種を実施しようとするもので、地域の実情を反映して合理的に必要と考えられる費用については国が全額負担するという考え方に立っております。ご指摘の上限額につきましては先日その額をほぼ倍増する旨をお示ししたところでありますけれども、これにつきましてはあくまでも目安、早期に接種実施を完了することを想定した経費の目安でございますので、各自治体におかれましてはこれを踏まえまして、またそれぞれの実情を、事情を勘案をして適切な接種体制の規模等となるよう、所要額を検討していただくこととしております。先ほど申し上げました、合理的に必要と考えられるワクチン接種の費用については、国が全額負担するとの考え方に沿いまして、また関係省庁とも協力しながら、各自治体の負担を生じさせることなく、万全の体制が確保できるように支援をしていく考えでございます。委員長、増谷君。そうしますと、宮崎さんね、厚労省にさらに確認なんですが、今言われたように、倍増された上限額、私は2年度の予備費と三次補正などで2894億円が確保され、それが示されたんだろうと思っておりますが、この2894億円、これ、満額上限額で配分したのか、留保分を残されているのか、事実確認をしたいと思います。いかがでしょうか。厚生労働省宮崎大臣官房審議官。今、各自治体の所要額につきましては、現在集計をしているところでございます。各自治体におきまして、年度内の、予算組、また来年度に回す分、それぞれあると聞いておりますので、それを、最終的には想定した上で やることになりますので、現時点でその、残している分があるのかないのかというよりは、そうしたことも想定しながらですね、必要な額を今回、倍増という形で、規定の予算なども活用いたしまして、確保しているということでございまして、自治体からの所要額、必要な額に対してはきちんと対応できる体制を予算としても用意しているということでございます。増谷君。いや、だから、2894億、全部を配分したかどうかと、これだけ確認しているわけです。全部上限額の中で、上限額全部足すと、この数字になるんですか、ならないんですか。はい、宮崎大臣官房審議官。具体的な額はまた別ですけれども、上限額をによって、上限額に沿って出てきた場合でも、対応できる額を確保しているということでございます。増谷君。もう私が代わってお答えしたいんだけど、いわき市に限らずですね、我が党のワクチン接種対策本部にも多くの自治体から、地方負担についての懸念の声が寄せられております。おそらくですね、厚労省のワクチン接種体制確保事業の補助金負担金については、これから足らないところも出てくるんじゃないかと、今、調査をされているということでありまして、足らなければ積み増しをしなきゃいかんと、これが国の責任だというご答弁だというふうに理解をいたします。おそらくですね、
そういうことであったとしても、財務省はですね、いやいや、足らなければ、地方創生臨時交付金使えばいいじゃないかと、とかですね、いろんなことを言ってきそうな気がいたします。総務省の特効で対応したらどうかとか、何言い出すかわからないわけでありまして、ぜひここはですね、大臣、厚労省も自治体サポートチームを立ち上げて、地方の実態に応じた対応を行うと、こうしているわけでありまして、一人厚労省の仕事ではない、総務省としても、地方自治体の実態を十分把握して、厚労省などと十分協議の上、万全の接種体制の構築に向けて取り組んでもらいたいと、大臣は思うんですが、いかがでしょうか。武田総務大臣。菅総理はですね、このワクチン対策については、政府一丸となって取り組むと、まさに国の責任で、このワクチン対策というものに取り組んでいくということを示されているわけであります。で、我々もすべての自治体、厚労省が発せられたさまざまな通達だとかお願いとか、それをしっかりフォローアップして、確実なものにその体制を整備する、そしてまたその運用と申しますか、しっかりとしたスムーズな、円滑な運び、そうしたものに結びつくように、我々としてもしっかりと注視して、また汗をかいてまいりたいと、このように考えております。増谷君、ぜひよろしくお願いをしたいと思います。昨日、全国の自治体、これは都道府県も市区町村も入った説明会がございました。その中にはですね、新たな接種記録システム、今までの市町村の予防接種台帳システム、これに厚労省が新たに V システムを入れるわけで、それに加えてさらに新たなシステムを入れるという説明もありまして、その事務負担はどうすんだいというような話もあったりですね、大変に現場は今、おそらく今日あたりは蜂の巣をついたような状況で、各自治体は苦労している。おまけにどうもワクチンの提供がですね、ずれるんではないかと、遅れるんではないかというようなこともございまして、現場はですね、特に今まで懸命に取り組んでいる先進地域こそですね、手戻りになったり、改めてすべての医師の協力体制であったり、すべての日程を変えなきゃならんというような悲惨な状況が私はあるんだろうと思っております。どうぞ総務省とですね、厚労省、しっかり協力をいただいて、必要な財源の確保をはじめ、今大臣がおっしゃった円滑な接種体制構築に向けて、お力を尽くしていただきますように、我が党も与党の一員として全力を挙げてお支えしていきたいとこう思っておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。次回は明19日金曜日、委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。